東京江東区で交通死亡事故の防止を目指して地域の住民によって結成された交通安全パトロール隊の出動式が行われました。交通死亡事故ゼロを目指して頑張りましょう。お願いします。警視庁城東警察署では地域の住民などが集まり、ボランティアの交通安全パトロール隊を結成しています。明治通りなど交通量の多い交差点などで活動していて、赤い帽子をかぶっていることから赤帽隊の愛称で呼ばれています。31日に行われた出動式では、交通安全と書かれた旗の振り方や警笛の吹き方などを確認しました。都内では今年に入り、すでに8人が交通事故で死亡しています。警視庁は年間の交通事故の死亡者数150人以下を目指しています。